僕の前に道はない僕の後ろに道はできる。ああ、自然よ。父よ。僕を独り立ちにさせた広大な父よ。僕から目を離さないで守ることをせよ。常に父の気迫を僕に満たせよ。この遠いど、ど、どって、どうて。どうしましたこの遠いど、どって、うって。いや、無理。どうしました読めませんかどうて、ど、どうて。もう、いや。陽子さん、どうて意識しすぎやろ。 誰も気にしてなかったのに。先生、ひどい。こんなのセクハラよ。セクハラ。女子にこんな卑猥な言葉を言わせようとするなんてセクハラでしょいや、卑猥な言葉じゃないですよ。童貞の意味は、その言葉の本当の意味なんてもう何の意味も持たないんです。今日はその単語は禁止にしてください。禁止って米倉さんが過剰に反応してるだけだから。だって童貞。今すぐ他のに変えてください。変えるって何を今すぐ授業内容を変えてください。そんなこと、先生もわかるでしょ。今日はもう無理だって。無理と思ってるのヨ米倉さんだけだから、本当に無理なんです。お願いします。わかりましたよ。 で、これ扱いされるのも困るし、じゃあ今日は違うのやりますね。ありがとうございます